こんにちは、こんばんは、おはようございます。ヒップホップ考察シリーズ第7回目はヒップホップファッションについてお話をさせていただこうと思います。ヒップホップといえばね、カルチャーであり生き様であり音楽のジャンルだったりね、ダンスのジャンルだったりといろいろな側面を持っていますが、やっぱり格好とかもヒップホップファッションっていう一個の、ジャンルが完全にね確立されてますけども、まあ今の若い人は多分言わないと思うんですけどね、一昔前は BK なんて言葉が流行ってね、 B-boy 系なの略なのかな、まあヒップホップっぽいファッションしてる人を BK なんてね呼んだりして、まああんまり好きじゃないんですけどね僕 BK っていうワードなんかね。あとコメント欄にもなんかダボダボの服に関してとか、そのニューエラのシールのこととかもなんか書いてあったかな、いろいろ質問だったりいろいろありましたので、今回はねちょっと服装ファッションについて語っていこうと思いますので、ご興味のある方は聞いてってくださいね。はい、で日本のヒップホップファッションの歴史も踏まえつつちょっとお話ししていきたいんですが、日本のヒップホップは90年代から始まったと考えると、まあ先駆者たちがね80年代にもう輸入して広める活動をされてはいたと思うんですけども、そのパイオニアのね世代の方たちが広めてたとは思うんですが、まあ日本でヒップホップというジャンルがちゃんとこう認知されたのは90年代からなので、まあ90年代から、10年ずつちょっと時代を追って喋っていこうと思いますね。日本のファッション、まあ日本のと言いましても基本的にヒップホップファッションはアメリカのトレンドを受け継いで、まあそのまま日本でも流行ってるっていう歴史が今のところ続いてるんで、多少の時間差はあれど被ってるっちゃ被ってるんですが、90年代日本の音楽シーンではマイクロフォンページャー、ブッダブランド、雷家族、キングギドラとか、まあその世代ですね、スチャダラパーとかですねの三品キャンプとかの世代の、時代ですけども、この時代のファッションはもうすでにダボダボで、うん、そうですね、オーバーサイズの服が流行り始めぐらいの感じですかね。アメリカでもだいたいダボダボファッションが流行ってきたの90年代差し入ってからなんですけども、それまではスポーツブランドをタイトに着こなしてジャージとかね着こなして、カンゴールハットをかぶってなんか太い金ネックのねチェーンをしたりするのが結構定番だったんですよね、80年代ぐらいまでは。そっから NWA の出現で、まあ、ギャングラップが流行ったりとか、ファッションまた形態変化してったっていうかね、ジャンルが広がったんですけども、そうですね、90年代に入ってオーバーサイズに徐々になってって、でこの時にちょうど日本でも初めてのヒップホップブームが起きたので、そうですね、その時のファッションを受け継いでたっていう、イメージですね。うん、まあ自分はこの時はまだ子供だったんで空気感までは分かんないんですけど、おそらく自分のちょっと、上ぐらいの世代の今40代の方とか40代前半の方とかでヒップホップ好きだった方は、まあ、ブランドで言いますとエコーとかカールカナイとかね、フーブーとかそういったインポートブランドが日本でも流行ってきて、まあ、この世代の方はね来てた人多いんじゃないでしょうかね。あとこの頃からポロとかトミー・フィルヒガーとかね、カーハートとかノースフェイスとか、まあこれは別に今でも、まあ、定番ブランドっていうか時代を選ばず人気ですけども、あとキックスもそうですね、リーボック、ナイキ、ティンバー、まあこれも今でも、まあ、ヒップホップファンだったら定番のものですけども、まあ90年代から現在にかけて今でも大人気のブランドですよね。ちなみにヒップホップファッションがダボダボな理由っていうのは、やっぱりヒップホップっていうのは貧困層から始まってる文化でもあるので、お金がないので親や兄弟のお下がりを着てたりとか、もともとね長く着られるように最初から大きい服を買ってっていうのがあるんですけども、それをあえてわざとオーバーサイズ、最初からオーバーサイズのサイズの合ってない服を着るっていうところがルーツと言われてますね。まあこれヒップホップっぽいんですよね。こうヒップホップってこういうなんかダサいことをわざとやるっていうか、かっこ悪いことをかっこよく見せるっていうの結構あるんですよ。ニューエラのキャップとかもそうじゃないですか。ニューエラのキャップってシール貼りっぱなしじゃないですか、 B-boy。 まあ今剥がさない人の方がほとんどだと思うんですけど、あれももともとそのただのサイズのシールなんで、あれ多分ね最初剥がすつもりで多分業者側も貼ってると思うんですけども、普通剥がすじゃないですか、洋服とか買った時に L とか M とかのサイズのシールとか服に貼ってあったりするじゃないですか、ユニクロとかでも。あれ普通剥がすんですけども、その剥がさないことで、そのニューエラ、これおニューの買ったばっかのニューエラなんだよっていうのをアピールするためにあれわざと貼っておくんですね。だからまあ本来かっこ悪いことじゃないですか、そのもともとサイズが合ってない服を着るとか、そのサイズのシール貼りっぱなしにするとかっていうのは、まあダサいことなんだけども、それをあえてわざとやるみたいな。まあ単語とかでもね、ナスティとか、なんだ、イルとかさ、
ピンプとか、そういう、あと N ワードとかもそうですけど、まあ本来マイナスの言葉なんですけど、それをあえてなんかいい風に言うじゃないですか。それヒップホップそういうところちょっとありますよね。このダサいのをかっこよ、あえてダサいこととかマイナスのことをやって、それをわざとやってるっていう風にしてかっこよく見せるみたいなのは、まあ、ファッションにも通じてるかなっていうのはありますね。うん、まあ90年代のファッションはだいたいそんな感じですね。でこっから、2000年代ちょっと入っていくんで、ちょっとね引き続き語っていきますね。はい、そして00年代、90年代後半ぐらいから00年代にかけまして、もう本格的にヒップホップファッション日本にも定着してきます。時代的にはニトロマイクロフォンアンダーグラウンドやゴールデンエイジと言われている1978世代の台頭ですね。ハンヤさんだったり、マッチョさんとかね、カンさんとか AK69 さんとかの、78世代、あとはアナーキーさんだったりスカーズやノリキヨさんが出てきたりとか、もう今第一線で活躍されている大御所のラッパーの方たちが出てきた時代がこの2000年代ですね。自分も直撃世代なんですが、おそらく視聴者層の方々、僕と同世代の方結構多いと思うんで、直撃の方も多いと思うんですけども、まあこの時代で大体ヒップホップファッション、ステレオタイプなヒップホップファッションっていうのが確立されたかなと思いますね。ダボダボのズボンにダボダボのパーカーだったり T シャツにニューエラキャップみたいなね、うん、ザ・ラッパーというかザ・ヒップホップみたいなね。まあ冒頭にも言いましたが BK っていう言葉もここで流行ったりとか、あと社会的にはチーマーみたいのが流行った時代もあって、池袋IWGP って言ってね、池袋ウエストゲートパークっていう永瀬さんと窪塚さんが出てたねやつめちゃくちゃ流行りましたけど、ああいうカラーギャングみたいのがなんかすごい流行ってて、そうだからまあ BK ってさっき言いましたけど、そのヒップホップにそんなに興味ない人も来てたっていうか、そのヤンキーがヒップホップ来てたんですよ。ヒップホップ自体も不良性が強かったんですけど、当時のヒップホップは、まあ、それも相まってだし、基本ヒップホップファッションしてる人は柄悪いっていう、完全に世間はそういう目で見てたと思います。うん、なんか時代的にこの不良文化的にはなんかこう襟足伸ばしたりとか、多分昭和生まれの人は分かると思うんですけど、昔の不良ってそうだったんですよ。その昭和ヤンキーみたいなね、パンチパーマでもう襟足伸ばすみたいな、そういうスタイルからだんだんこう不良文化的にアメリカナイズされたこう悪みたいのに変わってった時代でもあるかなと思うんでね。うん、まあそのヤンキー服イコール B ボーイみたいなね、まあそれで BK っていう言葉が流行ったんですけど、まあさっきも言ったんですけど、まあ BK なんか好きになれなかったな、 BK って言葉。なんか BK っていうか、いやヒップホップだから俺が好きなの、 BK とかじゃねえからみたいなまあ若かったのもあってそんなこと言ってたような思い出がありますけどね。うん、でブランド的にはね、ショーン・ジョンだったりロカウェアとかファットファームとかね、そういうまあこれもインポートブランドなんですけども、これめちゃくちゃ流行ってましたね。あとはペレペレとかペペジーンズとか、なんだろう、アカデミックスとかエニーチェとかいろいろあったんですけど、でドメスブランドとかもね、スワッカーとかナイトロとか流行ってたんですけど、まあ本当のファッション通はそっちを着てましたが、裏腹系とかとね混ぜてヘクティクとかね、そういうのあって、まあちょっと懐かしいですけどあったんですけど、まあちょっと値段が高すぎるんで、ドメスブランドは僕は10代だったんでもう金なくて、まあ、ショーン・ジョンとかねロカウェアは安いんですよねジーパン1万円とかパーカーも1万円ぐらいでゴリゴリのヒップファッションできるんで、非常にお財布には優しかったんですけど、まあとにかくいろいろありましたね。ドメスもインポートもこの時代は、今潰れちゃったブランドも結構多いんですけども、流行ってるバンドいっぱいありましたね。当時はヒップホップのイベントとか行ってももうみんな B ボーイと B ガールばっかなんで、格好がね、今って別にヘッズがヘッズってわからないことも多いと思うんですよ。いろんなファッションの人がいるんで、当時はもうヒップホップフォロワーはもう見た目で一発でヒップホップフォロワーってわかるようなわかりやすい格好してました。例え合ってるかわかんないですけど、なんかロックのイベント行ったらみんな革ジャンとリーゼントみたいな、そういうなんか区別しやすいヒップホップの時代ですね、ファッション的にはね。うん、まあ視聴者の方はここでね青春時代過ごした方も多いと思うんですけども、まあ2000年代そんな感じでしたよね。懐かしいですよね。はい、ってことで2000年代で一時定着したこのヒップホップファッションなんですが、このオーバーサイズのブームもだんだん陰りが見えてきまして、2000年代後半から2010年代半ばぐらいにはもうほとんどオーバーサイズ絶滅危惧種ぐらいにはなってたと思うんですけどね。まあラッパーでもね DO さんだったり、誰だろうな、燃えるゴミさんとか、ずっとねダボダボ着てる人もいたんですけど、やっぱり US のトレンドに引っ張られて日本でもヒップホップ
ープテイストは残しつつもハイブランドを取り入れたりとか、そんな感じになってったんですよね。こうストリートの格好っていうか、汚いって言ったらいいんですかね、こう雑多な部分があったりするのが、まあ、ストリートファッションのいいところでもあると思うんですけども、そのテイストをちょっとこう削いでシンプルで小切れ、それでいてちょっとセレブ感も出すみたいな感じのトレンドになっていきましたよね。まあでもこの辺からだんだんこうラッパーっていうのの区別がしづらくなった、ヒップホップフォロワーの区別自体がちょっとしづらくなったというか、さっきも言った通り、その昔のヒップホップフォロワーってなんだろう、ロックやってる人がみんなロックンロールの格好してるみたいな、分かりやすさが、まあ、B-boy 見たらすぐ B-boy って分かったんですよね。そういう格好してたんですけど、うん、そうですね、ちょっと紛れるようになりましたよね。このサイズダウンして他のファッションのジャンルの人たちとちょっと混じり、いろんなねテイストがこうライダースジャケット着たりとか、そのヒップホップファッションにも他のテイストがどんどん取り入れられて、まあ自由になったんですよね。まあこれは音楽性にも言えて、ファッションだけじゃなくて2010年代に入ってから、その日本のヒップホップもその排他的な思考みたいなのがどんどん減ってって、ヒップホップはこうでなきゃならないみたいなのがこう薄れていった時代でもあるので、それはこうファッションにも現れてて、ヒップホップシーン時代に多様性っていうのが生まれてきた時代でもありますよね。うん、あとはタトゥーか、タトゥー入れるラッパーはめちゃくちゃ増えましたね、日本でもね。昔はね、タトゥー入ってるラッパーって言ったらこう不良ラップっていうかね、ストリート系のこうギャングスタラップみたいな歌う人ばっかりだったんですけども、今ねそんなことないっていうか、本当入ってる人多いですよね。うん、増えましたね。まあ現在はだからあんまりこうヒップホップファッションイコールこれみたいのが、まあ、もちろんねファッション業界でトレンドってあるんでしょうけど、昔ほどこう極端じゃないというか、本当にいろんな人がいるっていう感じになってきたんで、それこそ2020年代に入ってからまたオーバーサイズとかもね、ラッパーの方でもめっちゃ増えたじゃないですか。うん、だからまあちょっと僕もね服捨てなきゃよかったなと思ってるんですけど、まあでもさすがに 3XL38 インチとかは着れないかと思うんですけど、まあでもやっぱ僕好みはね、やっぱヒップホップはちょっとダボダボ感があった方が僕は好きなんで、うん、そうですね、今の時代すごい好きですね。なんか何でもいいみたいな感じがちょっとあるんでね、僕みたいなおじさん B-boy には暮らしやすい時代ですけども、うん、ちなみに僕が一番かっこいい、好きなファッション好きなラッパーはクールさんって横浜にいるんですけども、あの人めちゃくちゃ好きなんですよね。ほんとかっこいいですよね。世代も多分僕同じだし、顔もかっこいいし、ラップもかっこいいしね、服も似合って、いやほんとクールさんかっこいいな、クールさんみたいになりたいな。かっこいいですよね。はい、ってことで、もし皆さん好きなファッションブランドとかね、ヒップホップ、昔こういうの着てましたよとかありましたら、何かコメントとかに書き込んでいただければ、教えてくださいね。うん。ってことで、メイン動画ではラッパー紹介とやってますので、そちらも、もしご興味ありましたらご覧になってください。いい暇つぶしになったという方は、チャンネル登録、高評価していただきましたら嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。